まああの国家がまあちょっとこう守ってもらってるしその血を流すっていうことは本当はよくないけれどもでも、自分の国のためには血を流すのは当たり前なのにそういう話をしないわけですからそのせいでね個人もねなんか日本人って自立をしないやつが増えてるんじゃないのっていう感じがやっぱ戦後70年もさ守られてきたら。 精神論的にはさ、人のせいにするやつが増えてるような気がするんだよね、できないのはあの社会のせいだとか、国のせいだって、やっぱり言いたくなるっていうかね、あとね、僕はその、はい、そもそも日本って独立する気ないでしょっていうのを言いたいんですよ。<laughs> ああここのの話ですね、はい、じゃあちょっとこの 図があるのでね、こちょっとね、皆さんとちょっと議論したいというかですねそうですね、ちょっと皆さん、これ見てね、親中の人で、反米のグループと、親米・反中っていう、大きく2つの軸ですよね、今もう、だって米中が戦ってるわけですから、どっちか。 今度、独立して、再軍備しようっていうのを上に行くのと、再軍備したくなくて、アメリカ依存でいきたいっていう人がいるんですよね、これ見るとね、自民党って、これ見るとねっていうのは、僕が作ったから、これ見るこれで言うとね、自民党ってほとんどが再軍備で、依存だと思うのね、再軍備じゃないでしょ。軍備 ちょっと奥山さんの作った脳軍備っていうのに引っ張られて、意味が分からない脳軍備っていうのあるんだけど、軍備なし、これ以上の軍備はだめ。で、あとね、ややこれ、真中寄りになってるでしょ、ほとんんどなだよね自分、アメリカ好きですっていうやつ、少ないよね、もっとこれね、中国側に寄ってると思うんだよね。 実際は、だから、D ゾーンが一番多いと思うんよ自民党っていうのは。親中で、そうですね、親中で軍備はしない、だからもうこれがほぼ結論というか、憲法改正ができないのも、憲法改正したいなと思ってるこの A と C っていうのはほとんどいない。 っていうところですね。この番組を見てる方は全員が A チームですね。A チームじゃないですか。割と Y 第一証言やなって書いて。はいはい。あで、あのフリーライダー読み降りと黒い墨でねちょっとまあこれもあの我々の主観でねこう作ったんであれですけど。ちょっと頭のいい議論をしたいっていう感じのやつは B 層なんですよ。 現実的に日本が軍備持つってよくないよねって言ってそんな感じに実は頭良くなくてそういう感じでまとめちゃうっていう人っていいるじゃな本来、人間は独立していこうっていう危害がないと腐っちゃうんだから。 まあ、あれですよね、精神的にね、やっぱり独立の気概がないと、国家としての、誇りとかいう言葉だとちょっとあれですけど、やっぱり自立心、自分で、要するに自分で自分のツは吹くとそういうことはできなくなっちゃうというですねあと、日本人の政治家でおかしいのは、反米親中型だと。 再軍備しようってやつがいないっていうことだ、ね。<ー>これなぜかというと中国が日本を独立させようなんて思ってないから、中国の勢力圏に入りたいなって心から思ってる人たちが知識層では一番多いんだよね。そう,、ねうん、そう実にもうこれが戦後体制をずっと引っ張ってきたんで、うん、この D ゾーン、うん、D ゾーンですよね。うん D ゾーンが日本のエスタブリッシュの中では、一番やっぱりメジャーだったわけですよ、メジャーですよね、いやいや、今でもだいぶメジャー、だからアメリカに依存してるがゆえの、心情的に左に触れちゃうっていうね、中国側が。という意味でも、アメリカが嫌いだと、アメリカにいろいろ決められるの嫌だっつって、D に行った一応、アメリカが本当にいわゆる、本当のエスタブリッシュメントだから、それに対する反発というところがあって、左側にっていうことですね。 あ、孫崎さんとかこれ左の方ですね、思いっきりね。孫崎さんは。ディですか。あの反米心中の、あの星ですよ。あ、その。左下。まあ、左下つっても、まあ、軍備は彼ゼロとは言ってない。ディーゾーンの。ディー、ディーゾーン、まあ、東京新聞とかに近いところかな。いまあ、これ、ちょっと、まあ、あの、微妙にね、ポジションは。若干ね、ずれるところとかあるでしょうけれども、これ情けないのは。え。 本当にね、うん、A ゾーンに入る、うん、今現役の政治家がいるかって言ったらパッと出てこないでしょまだ力持ってない やっぱり微妙なのが、意外に微妙だと僕も思ってるのは、亀井さんとかがね、意外に独立再軍備の方に入ってるまあまあ現役です亀井さんはほら、パチンコ亀井って言われたぐらいですからね、ちょっと半島っていうイメージが警察の利権ですから、そうですね、そういうことですね、パチンコ業界にね、天下りも知ってただろうから、ちょっとこう、出てきてる人物が大体年上ばっかりというか、あれなんで、江藤さんなんかは A ですよ。 あと、和田政宗先生とか映画ありますよ。全然日本海系の先生とかは映像だと思いますけどただ、まだそんなにね力をがっと出てきてるっていうほどでもないですからね、本当、これからなんでしょうけどただ、本当にね、なんかこうですよね、これが今の日本が。 再軍備できないし、憲法改正もできないし、はい、ずっとこの体制できた。っていう。とこです。かもしれないですね。はい、<う>だから自民党もほとんどしょうもないんですよ。本当に実際はね。実際は再軍備しようなんて思ってないんです。だって、そんな話しないですもん。うん、だって、憲法改正が。党是として。できた。 うなまあ現状維持っていうところにも,もう現状維持フ,ルフルで触れてるわけですからいや現状維持ってでも実は現状維持を目指してたら現状維持にはならないですけどね、実際まあそれがまさに今回のここ30年の日本の情けなさが現状維持を目指したがゆえに阿蘇、ね、さんは A です麻ね、阿蘇さんも A かないや、A だと願いたいんだって、河、ね、野太郎さんは全然わかんないです。 河野さんが微妙に分かんないんです実はあの人、相当防衛省に、昨日ですか？はいですの中国大使なぜなのう一応、呼んだりとかしてますから、どうなのかなとからみんなが期待してる、期待してないかもしれないけど、自民党がそもそも、再軍備しようっていう議論をしないわけですから、こういうもんなんですよ。 なので、これから議論して、やっぱネットでね、いろいろ批判したりとかしていく方向性をちょっと考えないといけないというふうに思いますよね、そういう意味で、そうですね、本当にこれ、ぜひ皆さん、これ自身は、僕が一応、参考としてはですね、リチャード・サミエルズという人の本がありまして、ですね大戦略日本の日本防衛の大戦略という本が 昔、ちょっと白い本がありましたけど、あれで一応、よく出されていたのを参考にして、一応作りましたただ、ちょっと全然、そのとと実は実態が大事だって、石破なんてアメリカ側になってるけど、そうですね、昔はね、ということです、武力行使だって反対でしょ、80年代か90年代ぐらいの、90年代ですね、これ、大体、90年代のやり方をモデルにしたということですね。はい あ、小池百合子は意外に A なんじゃないかという噂もありますけど。小池は何も分かんないからね。分かんないか。はい。もう本当に。小池百合子は意外に A かなと僕はちょっと願ってる部分あるんですけどないですか。小池は E とか言って。いい。小池もどうしようもないじゃん。ランガい。つはどこでもないとか言って。戦争始まるっつったら東京アラート出すと思う。はい。 それぐらいですよはいはいはいはなるほどね次いきますかじゃあまあちょっとこのねゾーンどの真中ゾーンと新米ゾーンのどっちに入る人かなっていう人つやりましょう新しいのが出ました米中激突のね米中20年戦争に備えるのバージョン5の音声が出ましたこれもうロナと フォースターニングの理論もちょっとフォースターニングが分かりづらいという人もいたのでフォースターニング理論をこれ取り上げて今のことを解説してますコロナが出てきたのもフォースターニングのにまに書いてました CGC が躍起になってきますよとそれからあと周平がね動き出しますよとかロックダウン っていう言葉は使ってないけれども、都市封鎖しますとか、そういうふうな形で、はい、あのフォースターニング、実はもう予測が書いてあったんですよね、なので、われわれは米中激突しますよって話をするときに、フォースターニングの話も今までやってきたんですけど、まあ、ちょっともう一度、フォースターニングをに焦点を当てて、うん、でコロナもまあ当然焦点を当ててで、米中激突のところもね、あのー、合わせてね。ねだから今までで米中4まで 聞いてきた人にも当然わかるし、あとはフォースターニング初めて勉強したいなという人も、あこちらね、これここを知っときゃいいよというところを解説しました。あの僕もそのこれねスライドとかあるじゃないですか。非常にあのわかりやすいですね。本を読むよりもこれこう言っちゃなんですけど、本を読むよりも、そうですね。僕ちょっと悔しいんですよ。自分で翻訳しといて、あのこっちの方が音声の方がわかりやすいっていうのはなんかね。 日本に当てはめた図表を作ったんですよね、今回。だから、これ、フォースターニングってアメリカの80年周期節なんですけど、日本の80年周期節をベッ作ったんですよね、それがありますんで、非常にわかりやすいというふうに思います。ということで、世の中ね、いろんなことが起きてるというのは、どういう点かと。 あ後からですけれどもミレニアル世代についての解説を奥山さんが音声で期間限定で申し込んでくれた方には出しますので今後の中国、アメリカ、日本のミレニアル世代が世界を作るということがアメリカでは言われているわけですよね。 ミレニアル世代って何っていうのいろいろ疑問があると思いますそれはもし聞いていただけたらというふうに思いますすそうでねだいぶまとめてますね日本であんまり入ってきてないんですけどフォースターニングおよび昔のジェネレーションっ昔の古い本も含めてですねニール・ハウの新しい情報なんかも全部入れて新しい世界がどう新しくなるかっていう話をしております冬の間に変わるね世界をということですね。 今後起こることをね凝縮して伝えておりますどの世代も生き延び方が違うんですよねあそうなんですあっそれをちゃんと書いてますその話そうですそうですそうです段階の世代は段階の世代の人たちの生き残り方りあるし僕とか奥山さん世代はどうするかで和也さんとかみたいなちょっと下の世代下の世代ミレニアル世代ですけど彼らはどうなるかということもあります